フィギュアスケートの浅田真央です。まあ終わってみて、なんですかねあんまり振り返ることって今ないんですけど、でも、まあ、シーズンを通して自分は全てやりきった気持ちでいます。まあ、いろんなことを思い返したり考えたりしたんですけど、まあ、最終的には自分を信じて本当にできるって思うだけだなって思いました。みんなそれぞれやっぱり個性がありますし、みんな同じものではないと思うので、やっぱりこの一つ一つのエレメンツもそれぞれやっぱりみんな違うと思うので、一つ一つがやっぱり見どころかなというふうには思います。オリンピックはいろんなことがある舞台だなって思います。あの緊張感の中で滑る、そしてその緊張感の中でできた最高のパフォーマンスをした時のあの喜びっていうのは本当に素晴らしいものだなって思います。なるべくいつも通りでいることだと思います。やはりその練習してきたことがようやく自分でああできたんだなって思える試合ができた時に、やっぱりたくさんの方の応援のおかげでもありましたけど、あの会場でやっぱりおめでとうっていう言葉をもらって、ああいいなって思いました。今後はまだ全然はっきりとしたことは決まってないので、自分自身まだ何をしたいっていうのもないんですけど、まあ、一つ一つ自分が決めたことはしっかり精一杯やっていきたいなというふうに思っています。私もちっちゃい頃からずっと5歳からフィギュアスケートをやってきて、ちっちゃい頃っていうのは本当にああこれができるようになったっていうのが嬉しくて本当にそれだけをやってきたんですけど、まあ、大きくなってくるとだんだんやっぱプレッシャーとか、まあ、できないことっていうのも大きくなってくると思うんですけど、でも それでもやっぱりその昔の気持ちを忘れずに常にできるっていう気持ちを持ってトレーニングに臨んでもらえればいいなっていうふうに思っています。